候補、舛添要一。他の候補者に任せれば、日本が沈没する。そういう思いで戦っております。どうか皆さん。のオリンピックは至っては自分一人行かなくてもどんどん票が減っていくのであります。と言っておりますが、京急蒲田と JR 蒲田失われたこの、ありがとうございます。おかしくなさいはないよう、はい、心からお願いが申し上げます。世界が狂ってるんですね、今。これをね、本当に精神的に子供を育てなければならない。こういう時に。ながら、先日ですね、伊豆大島 の、 災害があって。それぞれが個人 の、 小さな存在ですから、参議院選挙の時に開票立ち会人をやってみて、それで。実際に会ったら、多分投票するかしないか聞く前に、そういう人は私と気が合わないと思うんですけど、それで聞いてなおかつ投票するって言ったら、もうそれは絶対嫌です。嫌です。そういう設定じゃないんですけど、でもニュースとか見てると、この人いい人だよねとか、この政治家の人の言ってることはいいとか悪いとかいう意見もぴったり合うので、大丈夫です。で、ここのカバーにしたのは私。もちろんそれを今こそやるべきだっていうんで、それで、結構知ってる人、あ、これは女の平和みたいですねとか言って応援してくれる人もいます。ただあの話はね、その敵陣の女たちとも協力したっていうところが、ね、あるみたいで、ちょっとね、だから私たちもそれこそ自民党とか公明党とかの女性がいたらいいなと。で、党派を勝つ必勝でございます。さて皆さん、この最強のお二人の応援団続いてください。せーの、頑張ろう頑張ろう。